統計ソウルウィザーズは、愛禅猫太郎による日本のライトノベル。イラストは、小畑レオー。第19回電撃対象銀賞作で、2013年2月に電撃文庫から刊行された。異変によって人類が魔法を使えるようになってから、長い時が経った世界。その世界の一国である、統計に住む魔術シグロの一生は、魔法の修練をしながら、 パートナーのブリュンヒルデと共に、地の流れる仕事をしていた。ある時年下のメイドを見習い、シーナ・マを使い魔にしてしまい、また、任務の途中で拾った少女型ホムンクルス、ソフィア・レイヨンに、ブリュンヒルデが乗り移り、一生は獣子少女二人と同居することになった。統計の住民は、平民と貴族という二つの階級に分けられており、貴族が平民を支配している。 貴族とは高度な魔法を世襲的に身につけている家系、またはその家系のものを言い、平民はそうでないものを言う。平民は十二宮や時計等学園の運営のための税を取られ、十二宮の養殖につけず、貴族よりも浮遊となる道が狭い不利益がある一方で、統計社会での無形の便益を受けるという関係が成り立っている。魔法は学習、修練によって、 身につけることができ、平民でも魔法を使えるようになるが、費用やノウハウの蓄積の差によって、既存の貴族の方が大きく有利な状態にある。貴族の中でも少数の名家の者が十二区を通じて、権力を握っている。平民と貴族はそれぞれ等級と呼ばれる身分によって、細分化されている。貴族の指定は、各時計等学園に入り、 そこで学んだ後一定の能力が証明される途中に、偶の正式な人員として働くことができる。また、学生の身分にある間も、教育的な意味を兼ねて様々な公務の代行を課される。統計の通貨は、円と呼ばれる。様々なものに価格が付けられ売買されている。貨幣価値は、現実の日本の円とは異なる。ありがとうございます。